じゃあ転送で一回アノールロンドに行きます。あと塊2つで、1つはあったかふわふわで交換できて、あともう1つ取らなきゃいけないのか。そうするとどっかあったかな。1万9000ソウル、これどうする。デビュラゲに使おう。弱筋力上げて火力を上げていきますと。筋力は30くらいを目安にしますか。じゃあで、アノールロンドから右手は線の工場から来たところで、まっすぐは、ボスがいたところで、左手に行きます。でこっちにね、公爵の書庫っていうところがありますので、であそこに宝箱があるんですけど、右にねある宝箱は結構いいです。結晶ハルバードっていう結晶武器なんですけど、攻撃力はね結構高い。まあ結晶武器だから壊れちゃうんですけど、結晶武器は強化すると耐久力が元に戻るんで、壊れたら鍛える、壊れたら鍛えるっていうのをやっていくと結構末永く使える。で鋼鉄イノシシもなんかスルーの方法があるんですけど、なんかよくわかんない俺1,2,3 でローリングするみたいな感じなんですけど、これあのあるその足踏みじゃなくて、これ1,2,3でなんかローリングするみたいなんですけど、すいませんよくわかんないです。あと一応こいつね、行ってケツ掘れるんだけど、ちょっと待ってね、買った、いや買ってえな、こいつこんな硬いの。一応クレーンは俺13だよ。え、マジこんな硬いっけ。いやー、鹿として、こいつ一応鹿として安全な場所があるんで、あ、来た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 、怖い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 。で、もう一体いるんで、左のかがり火はちょっと男、ここ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 がね安全地帯、こっちまで来れないんで。じゃあどうする。ちょ、怖い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 、好きで行くか。はい弓とかでもいいんだけど、弓はちょっとさすがに火力がなさすぎる。でなるべく敵の攻撃が当たるか当たらないか的なところ、まあ、チク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 いきますか。ちょっとスタミナを貯めてつく、スタミナを貯めてつく、もう一回つく。危ねえ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 、ごめんね、チキンプレイで。てかなんで入れ替わってんの。これ弓とさ月ってどっちが早いかな。弓やってみる。7とか弱すぎるんだけど。あ、しまった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 、いって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 、暴発した。こいつマジ硬いよね、なんなの本当に。56当たった、横に当たったのかな。しかもこいつはもう倒さないと出れねえし外に。はい1匹 OK で、そんなにソウルも持ってないからね、1000だから苦労した割には。あれなんか落としてる。はい、痛い、食らっちゃった、食らっちゃった、ここで死にたくない。はい、あと一発、よーし、イノシシの兜、防御力は高いかな。うん、兜だね。さあここはまあ一応やっとこう。でこっから先もね結構大変は大変なんだよね。まあ、エレベーターで上に登って、なんか基本的になんか結晶のとこなんだよね。よくわかんないけど。で、弓矢打ってくるやつがいるんで、攻撃力がね、高い。とにかく。結晶系だから。普通のね、なんか骸骨っぽい感じなんだけど、ちょっと待て。標準はあんまりないか。ご利用せる。
食らったら回復しよう。やっぱりこいつは攻撃力高いから。でここにも1体いるんで、きちんとね敵を処理すると1、2、3、4発か。で弓いって食らった。待って、いや強化されてんな右のやつ、わかる？もうモヤモヤがついてるじゃん。いやゴリ押す。ここはであのクリスタルゴーレムはちょっとイベント用のゴーレムみたいな感じなんで、ちょっと一旦シカトします。一旦シカトして公爵の書庫、あちょっと待って、もうちょっと引きつけよう。来てる、こっちから来てないね。そうゴリ押しもちょっと危険なんだよね。で一応これケツは掘れますと。さて一発与えたら多分ねこいつワープする。ちょ、痛い、待って、危ない。だからねパワー全開の方がいいんすよって言ってもあと1個しかない。さあ駆け抜けよう。ここは一応線にしてジグザグに動いてればね一応食らわないはず。さあここの弓もちょっと後ろ通り抜けて、もう相手してらんない。さあさっさとこのエレベーターを上げて上に登ろう。いやきつい、本当攻撃力高いわ。あーどうもこんにちは。今ね公爵の書庫に来てますねって言ってもちょっとダークソウルわかるかわかんないんだけど、で先に進んでいくとなんか決勝の戦士がいて、こいつなんか重いんだよね、ローリングがね重い。ゴリ押す。こいつもあやばい、やられたマジか。人間性7つか、まさかこいつにやられるとは。またあそこ行かなきゃいけないのか、めんどっちいな。イノシシ君は復活しないんで、そもそもこれ下ろすところから。駆け抜けるかどうするかだよね。駆け抜けて死ぬと人間性7つと1万ソウルか。まあ1万ソウルはねもう今の段階だったらロストしても惜しくはないんだけど、そうだねパリってくんだね、俺も知らなかったわあいついつもあんまり気にしないでさやってたから。まずここじゃあどうする。いやここは丁寧に行こう、やっぱり死にたくない。今のところまだロストはしてないもんね。ほいほい、やばいな、もうすでに一発食らってる。やばい、待って、よし、弓の攻撃力が強すぎるよね、何なの本当に。はいはい、4と3発で倒したいな。4発目ほんのちょっとしか残ってないからね。でちょっと魔法の当たらない位置、あ待ってかすらないか。で弓兵は2発で倒せる。あいった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 もうな、何なの。よっしゃオッケー、危ねえ。え、ヘッドショット入るってどういうこと？こいつケツ掘って、なんか掘ってると危険な気がするけど、どうしよっか。あ来た、あいつ接近戦にしに来たな。まあ、別にそれはそれでいいけど、はい、なんかね逃げるんだよねこいつ。でこいつはリポップする的なんで、まあ、やっぱりスルーだな。これおかしいやつとはね、ちょっと待って、右から行くと引っかかるのか。あ、ない、しまった、
マジか、ここ死なないから分かんなかったよ。いやマジか、こんなことあんのか。痛い。まだ生きてる、まだ生きてるか、しぶてえな。でね、エストはね使い切っちゃって大丈夫。もうほんとなんなんだよこれ。最悪人間性を砕くか。ここ安全じゃなさそう。ここに隠れてよ。よし、壁は貫通してこないからね。弓矢も柱の陰に隠れて、エレベーターが降りてくるのを待って、もう絶対次は死なない。ここをやり直すのはめんどくさい。多分大丈夫、落ち着いていこう。やっぱりね、死ぬのが一番の時間ロスだね。だから多少時間がかかったとしても、落ち着いてまずこれを回収しない。まだ回収してる間に死ぬから。で、あと盾受けして一発かます。両手持ちはね、盾が構えらんないんで結構危険。これ危険だな。なんかパーリー狙ってるね多分。回収しよう。これは回収できるでしょ。ちょ、蹴ろ。あ、何、蹴ってものけぞらない。よし、弾いた。よーし、手こずらせてくれる。本当に3000ソウルだけ。あとここ、あの走っていくと結晶トカゲがいます。なんか石森っていうのが本当の名前らしいけど、まあ、トカゲなんで、大賭けですね。ありがとうございます。で、次ここを登っていくとボス戦になるんですけど、これ負け戦なんで、で負け戦なんだけど、ソウルとかね死ぬとしっかりなくなっちゃうんで、ここで、尊い犠牲の指輪をつけます。死んだ時何も失わず、呪いも無効化し壊れると。で、呪われる可能性があるんで、白竜シース。で、一応前ちょっとやってみる。あの弓矢を攻撃するとダメージは通るんだけど、もう速攻回復するんですよ。だからまあ時間の無駄なんで、ちょっとここは死にましょうと。で、レアリング、なんて書いてある、リバータルみたいな感じ。でもし呪われるとしっかり呪われるんで、尊い犠牲の指輪が壊れました。で、普通死んだらかがり火に戻されるんですけど、ここだけ負け戦。あ、これ絶対倒せないです、あいつは。もうそういう敵なんで。で、リングが外れ、ちなみにこれ今どう？あ、重いわ、まだ重いか。じゃあハベルつけましょう。で、かがり火があるんで、かがり火に触れて、レベルアップに使いますか。じゃあ時給いくつあれば大丈夫なの、この装備。この装備で行こうとすると 39.3、 まあ約40。え、大丈夫じゃね。あ、違う違う違う、ハベルか。そっか、ハベルを外すとか。 79.2。 あ、もうちょいだね。あ、今どう、ちなみに。あ、いけるようになった、もしかして。あ、いけるようになったな。じゃあちょっと別の指輪をつけますか。何にする、特にないんだけど。つけたいものがない。これつける、静かに眠る竜院の指輪。これマジで音なくなるんで、あのカシャッカシャッカシャッって落としてたじゃないですか。でこいつ倒しますと。素手でも倒せます、一発で。で、鍵ゲットで開けられます、出ます。で、なんかね、音を鳴らしてくるな。かなり不快な音ですね。かなり不快な音を鳴らして、で、こいつらがね、なんかこう荒ぶってるんですよ。パワチャレ1億7000万とか、ずっとパワチャレやってんだろうな。で、
荒ぶって不快な音が流れるんですけど、ここで機関の骨片を使います。敵が去ってったけど、で機関の骨片を使うとここに来てあの音がなくなります。でこいつらなぜかねシカトするんだよね俺のこと。なんか上でね待ち構えてるのかなんだか知んないけど、はい倒しとこう。で上と下がありますが、上はね鍵がかかっていけないんで、その鍵をゲットするために下へ行きます。で途中のこういうとこ開けられたり開けられなかったり鍵が必要だったりするんですけど、まあ、特に必要ないんで全スルーします。すごいね音ないんだよ音。今までカシャッ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 って音してたじゃないですか。静かだよねなんか静かすぎるな。あもちろんねあの気づいてない敵に近づくっていう時はもうめっちゃビリ、多分走ってもこれ気づかれないですよ。後ろ向いてれば、視界に入ってなければ。いや静かだ本当に。でさっきこいつらが荒ぶってたじゃないですか。あの音が鳴ってたから荒ぶってるんですよ。で音が止んでるんで今はね結構近くに行かないと反応しないですって。ちょっと待ってね、強いのよそれなりに。いや待って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 、二人いっぺんは嫌だな。あ帰ってった帰ってった帰ってったね。そう荒ぶってると多分もっとね好戦的なはず。これすごいよねほら、ローリングも音しないんだよ。まあいいや、ここのはしごを登っていきましょう。これ順路です。あれ今もパワチャレあれだっけ、なんだっけ、小高ちゃんだっけ。待って待って、ゴリ押せるこれ。なんか無理っぽいな。3匹相手はちょっと厳しいんですけど、一回エストを飲む。で数を減らしたい。あいつ魔法使ってくるからね、一番後ろのやつ。こいつを先に倒す。倒した、倒したけど魔法野郎も倒したいな。魔法野郎はね結構楽に倒せると思うんだよね。まだ生きてるか。こいつもケツはね一応掘れるけど、ゴリ押す。オッケーでレバー引いちゃうとまた荒ぶっちゃうんで、レバーは引かないです。さてここで、ここに鍵があるんで、行きましょうと。でローガンってどうなってんの、まあ、助けてないからそもそもいないか。あそこにね宝箱が、宝箱っていうか分かります、見えるんですけど、どうしよっかな、取りに来ようかなっていうのをちょっと悩んでる。ひもり目の魂なんでエスト瓶プラス4か次にできるんですけど、来るのにねちょっと時間かかるんだよね。ジャスミン今日まで、今日ってあれ今日の0時、要はあと24時間くらいってことだよね。今日が日曜になったところだから、そう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 だよね。うん、まあジャスミンね、そこまで欲しいかって言われるとまあ微妙なところだよね。まあ1位の人がそのどういう気持ちで走ってんのかちょっと分かんないけど、なんか本当に小高ちゃんが好きで、まあ、走ってるのかもしんないし、愛のために、まあそれだったら分かる。やっぱり愛のために走るっていうのはね、もう男にとっては必要なことだから、愛のために人間性を6万個捧げるのと同じ気持ちですよ。そう言えばね多分ね、あの6万個捧げてた人は分かると思います。あそうかやってるんだなって。ちょっと待って、これ大して役に立ってないんで外そう。いやこういうのですよっていう、じゃあどうする、メバチつけるか。はい、まあドンキンとかあればねそれをつけてもよかったんだけど、せっかくだから後ろ取りたい。ほい、454、 1.3 倍だっけ、ケツ掘り攻撃力で。ここ弓がいるんでまずこれ倒す。でもう一匹いるんで
こいつはケツを掘る。さよなら。そう、やっぱりね、愛が必要よ、愛が。まあ、俺小高ちゃんあんまり好きじゃないんでなんかどっちかっていうと気強いじゃないですか、やっぱり。でまず一発ぶん殴る。はい、もう一発いける。よし、倒した。で逆側で、ちょっとスタミナを貯めつつ、やっぱり弓兵がね、鬱陶しいんで、弓兵を倒す。弓兵は、やっぱり、体力がね、高くないんで。で、ケツ。基本的になんか、くるくるしてればね、割とケツ掘れるんで。で、あと、アイテムがあったりするんですけど、ちょっと、すっ飛ばしていきます。使うものだけ取っていく。弓兵ケツ557、強いなちょうど1万ソウル、珍しい。でここはさすがに狭くてケツ取れないんで、あ、そう、俺気の強い子はね嫌い、超苦手。ワンダーは気の強い子の方が好き。おとなしい子がね、あー、アベリンね、取り方が難しいんですよ。一応ね、取る方法はありますけども。アベリンね、使わないからな。使わないというか使えないという、使えないって俺がね使いこなせない。まあ、取り方を紹介するっていうのもいいですけど、失敗するんで多分でそれは練習してきてないから無理。さて、 OK。 なんか同じようなところ行ってると思いますけど、実は全然進んでるんで。でここの弓兵はまあ一旦シカトしますか。で下まで降りたらこのねレバーを引く。で壁が開くんで、こっちにかがり火がありますんで触れておきましょう。一応ここが拠点になります。さあ、じゃあまた先へ進んでいきます。で先へ進んでいくのは、あ、掘りすぎくんね。で宝箱があるんで、まずこれを回収する。で人間性発見こうか。死んでも大丈夫だよな。で一応聖者なんだっけ今。あれ亡者だっけ。あ、亡者だわ何しようかっていうと、ちょっと見せたいのがある。見せたいっていうか、これミミックなんですよ。じゃあミミックと知らないで開けようとするとどうなのかっていうと、まあ単純に食われるで死に、まあ、一応まあダメージなんですけど、どんくらいあれば耐えられんのこれでここはかがり火近くて敵も少ないから、まあ、ソウルが回収できると思うので、死なずにちょっとやってみましたと。まあ、そんなに時間も取られないんでね、一応ミミックですと。で食われますと。で死にますと。それだけまあ最初はね結構ショックだよね。ちょっとここでソウル回収しようとすると多分ミミックの攻撃に当たっちゃうんで、まずこいつを処理する。でこれを回収して、さ、あとはゴリオス。はい、OK です。でこれはね魔力のファルシオン、まあ、魔力系の武器を揃えるんだったらこれを活用するのがいいかな。なんかトロフィー取ろうとすると、その魔力の武器を全部鍛えろとかそういうのがあったりするんで、まあ一から作り出すんじゃなくて、こういう手に入るものを鍛えていくのがいいと思います。あ、俺ちなみにね、ダークソウルこれトロコンしたんで、ま、トロコン自体はなんていうの、そこまで技術が必要なゲームではないんで、時間をかければトロコンできると思いますんで、初ですよ、プレステ4でトロコンしたゲーム。ま、それだけやってます。七色石。ま、いらないんだけど、一応持っておこうか。で、霧をくぐりますと。
で、こっから割とゴーレムが、クリスタルゴーレムですね、出現するんですけど、ちょっとシカトしていきます。さて、こいつらもシカトボール。マジっすかって、どれどれマジっすか。で、結晶洞窟。ちょっと待って、今何装してたっけ。あ、メバチか。で、ちょっとこいつらもう相手してらんないんで、行って、じゃんじゃん奥へ進んでいきましょう。で、ここね、一応ね、見えない道があるんですよ。わかります？この雪が、下まで落ちてないじゃないですか。道があるっていう証拠なんすね。で、人間性だったかな、あっち進んで。で、月光町、これ戦ったやつ。あ、トロフィー。あ、待って待って、危ない。コメント読んでたら死ぬところだったいや、コメントのせいにしちゃいけないんだけど。で、そう、これ公式メッセージですね。で、ここ行けるよっていうこと、要はこういう感じで。本当だったら、ちょっと待ってね、七色石とか、俺もこれもう慣れてないから死んじゃうかもしれないんだけど、七色石を手に入れたじゃないですか。これ買おうとするとめちゃくちゃ安いんですよ。で、七色石をペッて投げると、ほら、こうやって、で、落ちるところにやると、あ、まだいけるか。あの、一番下まで落っこってくんで、要はこれがあるってことは先へ進めるってことっす。で、こうやって、まあ、道をね、探りながら進んでいくのが、ここの難しいところ。で、クリスタルゴーレム。こいつ、金のクリスタルゴーレムなんで、結構強い。いって、スルーできなかった。ちなみに倒すと、もうリポップしないんで。そう、あとは弓だね。弓矢を撃って、ガショーンって、その、地面に突き刺さるんで。で、ここも、ちょっとこうやって進んでいく感じ？あ、大丈夫だなと。で、大丈夫だなと。で、ダメだなって言うと、こげ、怖っ！ちょっと待って進もう。ごめんね、なんかクリスタルゴーレムがまさか来るとは思ってなかったから。あいつ落ちないかな、こっちの方とか行けば突っ走って落ちんじゃないか。いや、来るわ、来てるわ。あ、蝶と戦えるけど、蝶はあの、旨味がないんで、戦ったとしても戦わないです。で、あと、ここのホタテーズをどうするかだよね。ちょっとクリスタルゴーレム来てる？さすがにここまでは来ないか。で、ホタテーズがね、なんていうの？ボス戦にね、入り込んでくるんですよ、こいつら。あの、ほっとくと。ただ、ホタテーズ倒すのも、結構大変。攻撃力がね、高いんですよ。見た目の割に。ちょっと一回だから、釣っておいて、なるべくこっちの方に釣っておいて、攻撃を誘発してボス戦に入ろう。松屋に使いたかったな。でも、そんな暇はない。入り込んでくんなよ。で、ここまで来ると白竜シースが追ってきます。っていうか、なんでここに来たのかっていうと、あれがね、白竜シースの弱点なんですよ。あれを壊すことによって、白竜シースに攻撃が通るようになると。で、それを阻止するために、こいつはここに来ました。で、その情報はどこで得られるのかっていうと、まあ、あの、イベント進めるとある人から聞けるんですけど、ちょっとすっ飛ばしてます。さあ、白竜シース。なので、まずはこれを破壊することから。まあ、自分で破壊してもいいんだけど、白竜シースの攻撃に破壊してもらうと、割と時間的余裕ができるから。松屋に使いてえな。まあいいや、ちょっと怖いから。そうで、あと、クリューシス戦は尻尾を切るのか切らないのかで、だいぶ難易度が変わります。そう、これでだいぶ時間的余裕ができるんで。で、この先に尻尾をゲッ、ホタテ来てんじゃねえかよ。ちょっと待って、これ予想外。やばい。待って、だっけんな、マジ。ホタテ超邪魔なんだけど、何なんだよ。いやー、入り込んでないと思うんだけどな。見とけばよかった。完全に入り込んでないと思ってたよ。
ホタテ。まあね、こういうことを経験して人は覚えていくと。まさか、ホタテマジで攻撃力高いから。やっぱね、その1対1だったらなんとかなるけど、2人いるとねきついんだよね。一気にきつくなる。で、あとはここちょっと駆け抜けます。ここもね結構駆け抜けたんで、割と駆け抜けルートはね確立してるんですよ。いや、俺のね、俺のだよ。で、ここは1回左に寄せて右から抜ける。で、あとは道なりに沿っていって、スタミナが減りそうになったらちょっと歩いて、あーって。いやー、ホタテは気づかなかった。引きつけたつもりだったんで。ちょっと待ってね、あいつも生かしてあるんだよな。白竜シースはね1回で倒せる予定だったんで。いや、白竜シース自体はド安定の位置があるんで。待って、こいつ怖えな。そこにね持ち込めばもう絶対勝てるって思ってたけど、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、どこ、ちょっと分かんなくなっちゃった。あ、こっちか。たまに分かんなくなる。あ、死んだ。落っこってったかな、クリスタルゴーレム。あれ違うな、誰、え、誰死んだ。2500って誰。まあいいや。で、1戦目は白竜シース戦って、そのなんか真ん中の方まで行かなきゃいけないんですよ。そもそももやがかかってなかったじゃないですか。あの真ん中まで行くとイベントが起きて、まあ白竜シースと戦うっていう流れなんですけれども、今回もやがかかってるんで、このもやさえ抜けちゃえば、あのもやには入ってこないです。もうホタテーズここでうろちょろしてるだけなんで。で、ただもう一回あれをね破壊しなきゃいけない。もう自分で破壊しよう。毎回ボス戦死んでません。そうだね。いや、でも毎回ではない、そんなことはない。よし、ちょっと登ぼう。やっぱり破壊してもらおう。濁流シースはちなみにね、このここが弱点です。いや、弓じゃ全然通らないけど、大力使おうかな。どうしようかな。あれ、ちょっと待って、何の攻撃してる。よし、最初は何回かここにダメージを発動しますか。よし、3回くらいでいいかな。で、この先っちょ、この先っちょが安全。この先っちょにひっつく感じで攻撃を当てていく。たまにね結構動くんで、あの走って追いかけられるようにスタミナはまあ残しておく。で、あんまりね中に行きすぎるとね攻撃を食らっちゃうんで、本当にこの鱗があるじゃないですか。この鱗からここの先端くらい、ここにいるとねもう攻撃は当たんないっす。で、ただこいつ自体も動きもあるんで、たまになんか壁にね埋もれちゃったりして、いいポジションが取れなかったりするんですけど、こうやって動くんで追いかけてダッシュ攻撃で、そのスタミナは残しておくと。こうやって攻撃をしてれば、まあ、いつか倒せます。あと一発、あともう一発、はい、 OK です。ここマジ安定なんで、初心者の方でもここに張り付いてれば倒せます。で、分け与えられた王のソウルで、ここから先は特にないんで、かがり火を灯してボンファイアリット6万ソウル、かなりうまいね。帰りましょう。転送棺の祭事場にする。ちょっと待って、混沌の娘ここだな。次、混沌の娘を攻略します。混沌の娘を攻略するわけじゃないんだけど、さてさてさて、では
あ、ここちなみにね、この混沌の娘、この子がね、ひもり目なんですよ。ひもり目なんで、エスト瓶10個になります。で、使おうか。7万7000あるしね。これはさすがにロストしたくないから。じゃ筋力30にしちゃおう。筋力は一旦30で止めます。で、技量。いや、待って。時給。80.4。よし、これで大丈夫だ。あとちょっと体力振っていきますか。あ、ブラボね。ブラボもまあやり、てかね、まずね、ダークソウル2とか3も全然やってないんで、そっちもやりたいんですよね、実は。で、ちょっと何しようとしたんだっけ、ごめんね、忘れちゃった。あ、そう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 、ね、この子に人間性を捧げます。一気に30個捧げるんで、今8個でしょ、ちょっと待って、8個でしょ、22個でプラス蘇りたいから23個。いや、なんか蘇っていいことあるのかって言われるとちょっと微妙なんだけど、人間性を捧げます。はい、いくつ捧げますか。30個。あ、ナウでできるんだ。で、混沌の嵐、いや、これはいい。で、ランクが上がりましたと。制約の、レベルが上がりましたということになります。じゃあいいかな。あ、ひもり目の魂回収はいいか。うん、回収はいいや。で、ちょっと大力ついてんだよね。大力使えるように呪術の火もあるからな。まあいいや。ではこちらの方に行ける道があるので、こっちの攻略に入っていきます。今のところ経過時間1時間40分でしょ。いや、いけるいけるいける。もうクリアはね、結構見えてきてるからね。デーモン隕石、一応ブックマークしとく。あ、2ね。2、ちなみに俺ね、なんていうの、実況を始めて間もない頃に上げてるんすよ。諦めたけど。デーモン見たらね、溶鉄城の溶鉄デーモン倒せないで終わってた。ただあれ次世代基盤じゃないんで、やっぱりプレステ4だと次世代基盤でやりたいよね。ですと、やっぱり賢者流古武術を駆使してやっていきたいと思います。まあそういう動画があるんで、まあダークソウル芸人さんの動画ですけど、あれを結構見てる。さ、ここもね、ちょっと効率よくサクサクサクっと倒していきたいので、このまま突き進んでいって。ああ、そういえばクラーナちゃん会ってないね。まあ、呪術を使わないからな。で、ここになんか変なやつがいるんですけど、今のところはこいつ敵対してないです。こいつね。だから、突っつかない限りは、これ、どういう形してんの、そもそも。あんまりさ、細かく見たことないんだけど、どれが目？どれが顔？もうそういうのないのかな？こいつには。ただの化け物とかしてしまったのか。まあいいや。で、ここにアイテムがあるんで回収します。黒金糸一式。これは結構いい。使いやすい。よし、じゃあ行きましょう。駆け抜けます。で、ちょっとよくわかんないけど、俺は後ろを通っていく。で、どこまで駆け抜けるのかっていうと、入り口まで駆け抜けます。一応ボスの名前はただれ続けるものですね。多分ずっと体が焼け続けてるんで、まあ、ただれ続けるものという感じなんでしょう。本来の名前とかってあるんだっけ、ないんだっけ、なんか忘れちゃった。で、入り口まで戻ってくると、追っかけてくるんですよ。追っかけてきて、これでジャーンって出てくるんですね。で、あとはこれを2、3、4、開けちゃった開けちゃった5、6と攻撃するとパンチでも全然大丈夫です。なんかね、落ちるんですよ。落ちて倒せる。
これが一番楽な方法ですね。これちなみにね、逃げてる間に死ぬともうスタンバってる状況なんで、まあ自力で倒してくださいっていうことですかね。でこれでね、下に実は溶岩があったんですけど、これが引けます。で溶岩が引いて先へ進めるという状況に、なりますので、進んでいきましょう。人間性と機関のコッペンゲット、だいたいボスを倒すと人間性と機関のコッペンが入りますね。で3万ソウル、これをどうするか。3万ソウルを持ったまんま行くかどうか、うん、悩ましい。あ、そうそうそう、ちょっと生身になる、侵入されるんですよね。あ、ここら辺のやつらはね、一応ね追っかけてくる。え、この先のデーモン、いやデーモンはだってアイテム取りに行かないから楽勝楽勝。はい、復活しましょう。3万ソウル、いや使おう。やっぱり3万ソウルロストはやだ。2レベルは上げられないか。ちょっと体力上げます。おい、体力1000くらい欲しいね。でちょっとね、溶岩なんていうの、明るくて、まあ、もしかしたらねちょっと目がチカチカしちゃうかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそこは申し訳ないっす。でここら辺はもともとここら辺っていうか、この先かな、こういうところ溶岩があったんですけど、あ、そう、赤入ってくるよ。だからあの生身になりました。赤倒すとね結構なソウルをもらえるんで、って言ってもあとソウルはだいたいレベル上げくらいにしか使わないかな。高名な騎士のソウルで、ヤギ頭のデーモン、これあれっすね、あの一回会ったことあるやつ、要は雑魚的なんですよ、ただの弱い。もう本当に雑魚だな。さてこの先進んでいきます。左に行くとね、あのごっついデーモン、ゴズのデーモンがめっちゃいっぱいいて、アイテムが落っこってるんですけど、まあ今回使わないのでスルーします。さてここから先へ進んでいくと、どこら辺で侵入される、そろそろだと思うんだけど、お、来た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 、トゲ騎士カーク、こっちダークレースですね。さっき小ロンド遺跡に行った時にいたやつと同じ一味、ゆっつえ、こんな減るの。待って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 、強くねえかカーク。さらばだ、おお、26000、さらにアイテムゲット、4万ソウル。さてここはヤギ頭のデーモンがいっぱいいるんですけど、これあの下に降りれます。で下に降りると、なんかこの変なイモムシみたいなやつがいて、でこいつね接近するとなんかそれなりに強いんだよね、暴れ回って。これはめんどくさい。じゃあどうする、弓だな。18、しまった、鍛えていけばよかった。ちょっと待って、あ、待って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 、いって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 、一回殴って、いや強い強い強い、あぶれ、死ぬとこだった。でやっぱりすいません、死にたくないんで。18か、いや2、3分かかる。弓鍛えてくるって言ってたけど口だけだな。でもカチカチカチカ、これカチカチしてる音って聞こえてる。さっきマイクに入ってそう。いや一発ダメージ与えたからだいぶ弱まってんな。ちょっと待って、だったら決死の覚悟で、ほら、いいね。でかがり火を灯しましょう。さてレベルアップ、また体力に振っていこう。足気持ち悪い。時給はもういいかな。じゃあ
足ってどのこと？今のイモムシのこと？さて、でこっからなんかね石像がね動いてくるんですよ。はい、ま、落ち着いて対処すればそんなに強くはないです。ソウルもだいぶ溜まってるね。まあ、一応スルーもできるんですけど、で前にゴズのデーモンがいるんで、こいつもボス戦でいたやつですね。で左に行くとアイテムがあります、でも取らないです。で右に行くとアイテムがあります、でも取らないです。で真ん中に行くと、ボスがいます、ちょっとスルーします。脇道にそれます。さてそこから、この木の根っこを伝って下に降りると、なんかね変な虫がいるんですよこいつら。で別にあんまりね害はない、しかも弱い。さあ倒しておきましょう。当たんねえし。はい、でまあソウルも全然もらえない、36とかで。ここ人間性を30個捧げて制約レベルいくつ ?2 とかだっけにするとここが開きます。でそうするとまたこいつらがいるんで倒します。でこれだけちょっと特殊なんですよ、わかります？なんかね赤いじゃないですか先っちょが。でこいつも倒します。でそうするとドロップします、対応中。これはね兜で、あのトカゲどうする？ちょっといや、ああそうか、でももしかしたら塊落とす可能性もあるのか。倒しとこう消えちゃったんで一回労働します。もう一個塊が欲しいんだよね。塊はね売ってないからドロップを狙うか、まあちょっと集めていくかということになるんですけど。で逃げる前に一回止まるんで、まあ、その隙に攻撃すると。うわー光るくさび石だけか、死体が転がってんな。もう一匹生きてるか、一応倒しとこう。いや意味はあるかって言われたら意味はない。ソラールは助けます。なんでかっていうと軍員戦で呼ぶから。なのでショートカットを開通させたんですけど一回戻ります。順路を進んでいきます。まあそこはねちょっと進んだ先に行ったら見てみましょう、どっからどうつながっていくのか。で横から来たんでちょっと一回戻って、この霧を抜けます。でそうするとボスにつきます。で、デーモンの炎司祭、まあ、デーモン系ですね。よいしょ。で、まあ、行って当たっちゃった。ちょっと回復したい。でこのデーモンの特殊なところはなんか炎今のやつを出してくるというところ。なんでまあそれに気をつけていけば他は他のデーモンと大差ない。これちょっと距離を取る。爆風の範囲がねそうちょっとね大きいんだよね。だから予備モーションを取ったらちょっと離れることが必要かな。入ってでちゃんと縦受けをしてちょ回復は安全なところで隙を見て回復。さて、まあ、一応縦受けもできます。まあそうか炎じゃなくて魔法ね。でロックは外すか。はい、一発撃ってやっぱケツだね、ケツ。あ待ってね、これちょっと離れる。でケツで待ってね、もう一回来るな。
で、ケツ、ちょっとケツにいけないな、これ少し距離を取ろうかな。やっぱね、足元あたりがね結構安定なんですよ。ほい、あ、これは攻撃チャンス、よいしょ。あ、ドッスンだね。ドッスンは多少爆風があるんだけど、爆風っていうか爆発しないけど、風圧でダメージを食らったりするんだけど、やっぱねこれね、炎がね、炎っていうか火がね一つのテーマなんで、このゲームは、まあ、割とね燃えてたりします。で、会議室って何、ね、仕事中かなんかなの今、分かんないけど。あ、これはよし。で、ケツに貼り付く。もうケツケツ言うしかない。このゲームだってケツが重要だもん。ケツゲーだよこれだって。さ、分かるでしょ、あのやってれば。よし、炎司祭のデーモンは倒しましたと。デーモンの杖、まあいらない。あれどっちだ？こっちか。で、ね、これ上に行くとこの階段ね、あのイザリスの雲姫様のところにたどり着くんですけど、ちょっといいや、行かない。あー、出血ね。で、かがり火に火を灯しましょう。で、25000、どうしよう。いや、技量25まで持ってく、なんとなくキリがいいから。じゃあ降りていって、でね、これまたボスなんですよ。ボス連戦で、次のボスがねちょっと足場的にきつい。あ、ソラル呼ぶ、あ、どうする、呼んでみる。俺ここでソラル呼んだことないんだよな、まあ、せっかくだから呼んでみよう。ソラールさん、役に立つのか立たないのか、それがわからない。呼べばいいっていうもんじゃないからね。マジ役立たねえなっていう時あるから。え、なんかすげえ状況だな。休みになると社員の奥さんが産気づきって。技量25で残光、あ、残光ってなんかソウルだっけ、これムカデ。首痛くなっちゃった、なんか長時間でゲームやりすぎたかな。でね、溶岩はねダメージ量が半端ないんですよ。なのでね、安全地帯で戦う必要がありますと。で、まずその安全地帯は3択あって、まあ、ここで戦うか、ちょっと待ってね、ジャンプしてすげえ減るわ。待って、一回回復したい。てかさ、空も何してる、来たな。で、真ん中で戦うっていうのもあれなんだけど、俺はこっちがいい、こっちの方が戦いやすいと思う。空あるって何、大丈夫なの、あの溶岩減ってる、あいつどこ行ってんの、しかも全然減ってなくね。あれ、さっき数字が出てたけど、あれ何、アイテム取ろう、大賭けだ。あ、来た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 、ソラルさん、ちょっと減ってんね、まあ、ちょっと減ってるけど大丈夫だよ。弓で狙っていく、12、26、ちょっとダメージ与えていこう。さあ、ソラルさん行け。あ、通らない、ちょっともうちょっとこっち。いや、ソラル役に立たなそうだな、もうこんだけ減ってるよ。何してんのお前、俺も何してるんだ。これさ、これ当たんの、ちょ、当たんねえんだけど。あ、来た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 、しっぽ。あ、いけいけ、やりいけ、え、何、分かんねえ。あ、いって食らった。
あ、まだ生きてる。もう死んだかと思った。ガブ飲みしよう。いや今マジで死んだかと思った。あれスマール何してる、食らってる何なんだソラールマジ。あ、やばい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 。これは飲む。足踏み食らうとまずいね。いやそうなんだけど、立てを構えてよ。足元はいいんだけど、あ、行ってしまった。人間性つけてね。あ、今チャンスだ。食らってんな。ちょっと人間性砕こう。死んだ、かわいそうに。あれどうした、ソラールを食ってあれか元気になったか。はい、ちょっと待って。ただし油断はしない。いやゴリオス、よーし、オッケー。なんかあんまりソラール役に立たなかったな。デコイにはなったか。でもで黒焦げた、これ何、塔の指輪で、これを装備することによって溶岩、ちょっと見てみる。溶岩からのダメージを軽減する。魔女の魔力が込められた塔の指輪、溶岩からのダメージを軽減する。生まれながらに溶岩に苛まれる、なんだっけ、汚れじゃなくて、なんだっけ、読めなくなっちゃった。姉である魔女たちが送った特別な指輪だが、愚かな彼はそれをすぐに落としてしまい、恐ろしいムカデのデーモンが生まれたのだということですね。あまり頭は良くなかったんだな、きっと。で、これで、溶岩を渡れることができます。ダメージはね、減っていきます。耐性が上がるだけなんで。でこれを手に入れたことによって溶岩地帯を進めることが、できますと。でその代わり指輪のスロットをね1つ消耗しちゃうんで、まあ、なんか付け替えなきゃいけないというところですね。さてソラルさん、お前さっき死んだんじゃないのか。 Why? なぜだ、なぜだ、なぜこれほどに探しても見つからないんだ。ちょっとここら辺からねソラルさんおかしくなります。 Why? あのね猛者化が進むとね、やっぱり精神もねおかしくなっていくんですよ。ちょっと支離滅裂なことを言ったり、まあ、そういう現象が、起こります。まあ、ソラルさんもちょっとその兆候が出ている。まあほっといて先へ進みましょう。さあここからはねちょっと目が痛くなるんで駆け抜けていきたいと思います。あ、怒っちゃった。溶岩とかもすごいよね。で、混沌の灰とイザリスということで、まあ、ここはね下半身だけの、そう、恐竜がいるんですよ。まあ、なり損ないっていう、要はドラゴンになり損なった敵。そいつめっちゃ強いんですよ。めっちゃ強い割には対してなんていうの、うまみがない、倒しても。でここはまずあそこ見える、あのアイテムに向かって突っ走る。でそうすると策的に引っかかんないんですよ敵の。もうこれ誰も倒さないんで、めんどくさいから。まずこれをゲットで、そしたら、まあ、この遺跡を溶岩に当たらないところをちょっとくるりと回っていきます、右側から。でそうすると前に木の根っこが見えるんで、いやまあ別に乗らなくてもいいんだけど、まあ、この木の根っこに乗りますと。で木の根っこを進んで建物の上に出ます。でこっからね弓で狙撃してもいいんだけど時間がかかるんでやりません。でアイテムをゲットする。で人間性の双子でドリンク飲んで、こっから下に降りる。でくるっと後ろを向いて、ここの壁が隠しになってるんでかがり火がありますと。でこれでかがり火まで、まあ、敵と会わずに進んでこれましたと。じゃあそこからまた先へ進んでいくには、かがり火から真正面、あそこの根っこが順路になってますのでここへ行きます。落
地層だった。で、こっから先はもう溶岩地帯はないんで、ま、指輪は外しても大丈夫ですね。かといってなんかつけたいものもないから、まあ、スズメバチでもつけておきますか。で、こっからは、なんていうの、その、建物内。建物の内部ではないけど、建物地帯になるんで、特に溶岩があるわけではない。で、こいつらが襲ってくるんですけど、まあ、仕方していきましょう。まあ、こいつらはバックスタブ取れないからね。まあ、要はケツ掘りができないんで。スズメバチをつける意味はないんですけど。で、なんかこの気持ち悪いやつ。こいつもシカトしよう。で、こっから先。こっから先どうする？こっち行こう。先にこっちへ行きます。下へ降りることができるんで、まあ、下へ降りて、でこっちか。でここの通路がなんかさっきショートカットしてきた先なんですけど、デーモンがね1匹いるんですよ。でここのデーモンめちゃくちゃ強いんで、できればスルーしたい。あの雷を打ってる間になんか横とか抜けたいんだけどな。飛びかかり攻撃がねめちゃ強いんだよね。あとはちょっと雷が来そうだから、たまに後ろを見つつ、まあ、ジグザグに走ってれば多分当たらないと思うんだけど。さあ、これさっきの見覚えのあるところですね。あのショートカット開けたところ。でこのショートカットを開けたところにまたねソラールさんが座ってますと。全て嘘だったのか。俺はずっとそのためだけに。ああ俺の太陽どうしたらいいんだ、どうしたら、俺の太陽みたいな。なんだこいつは。うん、まあなんか落ち込んでるんでこのまま放っておきましょう。まあこやつらね放っとくのが一番で、あのショートカットを開通させて、多分太陽柱を持ってたやつだよね。そう、太陽柱って何なのかっていうと、これなんか太陽でしょ、太陽。ほらこれで、こいつを倒しておかないとソラールさんが多分こいつにね乗っ取られるんですよ、体を。いや、わかんない、なんかそんな感じだと思う。でソラールさんが亡者化しちゃって、ソラールさん死んじゃうということなんですけど、先にショートカットを開けて太陽柱を取ったことにより、まあ、ソラールさんが、まあ、生き残るということになってます。でソラールさんが生き残ることによってまだね召喚できるんですよ、ソラールさんを。さっきはあんまり役に立たなかったけど、こいつどうする？駆け抜けよう、気づかれないうちに。あ、怖い、後ろ見えないの怖いよね。ちょっとジグザグに。あ、ほら稲妻が飛んでくる。そう、地下墓地ではね絶大の装備なんで、先にこっちを行っておきたいですね。早めにここはクリアしておきたい。まあ、少なくとも地下墓地より先に来るとだいぶ楽になる。じゃあ先へ進んでいきましょう。もう死んじゃってるんで、そういえば突撃士科学がねここで入り込んでくる。あ、生きてる。あ、俺生身じゃん。よく考えたら死んでねえわ。でちょっと待ってね。じゃ死んでないってことは見えますかね、この黒いの。多分知ってる人じゃないと分かんないと思うんですけど。あいって、ちょ、くんのこいつ、この野郎。で、ここにクラーナちゃんが、クラーナちゃんじゃなくてなんだっけ、なんかよくわかんないけど、で、呪術師が来るんですよ。こいつ結構やっかいなんだよな、いつもね。いや、さっきのさ、あの炎、あ、侵入された。ひどくない？なんかやっぱ予定外のことがめっちゃ起こるんだけど。突撃士科学はもういいや、ほっとく。もういいよ、亡者のままいきます。あ、で外しちゃってるからつけ直さないと。忘れるんだよね、これつけないとね。やってみる。ちょっとえらい勢いで減るんで、これ外しました。で溶岩いきます。ほら1秒くらいで死ぬんで。科
はね、出てきたらいなくなってたっていう。いきます。あ、しまった、死んじゃったらあれじゃん、人間性もういいや、人間性いらないから。まあロストしましたねこれで。そう、いやいいのよ、ほらほらほら、ここに新しい血痕が現れるんで、でさっきもゼロのまま死んだんで何もないっす、まあ、こうやってね自分の身を削って皆さんにこう情報提供を、ね、してあげると、やっぱそういうことも必要なんですよ。で油断してると横から炎を吐かれたりするんで、まあ、きっちりね敵を処理していってれば、ああいうことも起きなかったんですよ。だから死ぬこともなかった。ただやっぱりね、今はね時間との戦いっていうのが一つあるんで、なるべく早く行く。あそこアイテムあんね、まあいいや取らないけど。じゃあ、あの魔女、あの魔女は何ちゃんだっけ、あの最初のオープニングのところでイザリスのなんだっけ娘たちみたいなのが出たじゃないですか、そのね娘たちなんですよ。あの雲姫も娘の一人だし、倒したボスも娘の一人だし、こいつも娘の一人なんですよ。でこいつはまあまだ人間を、あ、ちょ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 、ケツを掘る、まだ生きてる、まだ生きてんな、引導渡してやろう。基本的には娘たちは呪術使いですね。はい、 OK です。ボス戦1回で勝利してください。よし、いいよ、ここはね1回でじゃあ行きましょう、見せてあげますよ。あのちなみに壺は投げらんないっす俺。壺投げはできないんで弓でいきます。大丈夫大丈夫。さあなんか正面に出てきたけれども、まあ、こいつはね簡単に言うと倒し方を知ってるか知らないか、それだけ。倒し方さえ知ってればあとはその手順に沿ってやるだけで、まあ、まずこの変なバリアみたいなのがあるんで、まあ、このバリアみたいなところへ行きます。でそうするとなんか知んないけど、これも原理はよくわかんないね。原理はわかんないんだけど、こうなんか第二形態みたいな感じになる。いや俺を信じろ、大丈夫、おでんなんて買いに行く必要ないよ、大丈夫大丈夫。そう、壺はね位置を覚えるんですけど、ちょっとねそれをやり込んでいる時間がなかったで、ちょっとめんどくさいからここはゲーム終了する。いやここはねゲーム終了する必要はないんだけど、一応こういう手順を踏んでいきます。で簡単に言うと第一形態、第二形態、第三形態みたいになるんですけど、一回進んだ形態はなんていうの、そのまま継続してるんですよ。だから今第二形態のまんまで、第二形態のまんまこのスタート位置に戻ってこれるとね、あの炎が出てるんで。でそしたら今度左左右にあるんで、で壁にまあ寄せながら進んでいくととりあえず安定ね、あの崩れるんですけど、でなんかここら辺これ当たんないんで、こう怖え。大丈夫だとかさ抜かしてるけどさ死にそうで、ちょっと分かんない。あと敵とここら辺適当に弓を打ってると、まあ今はねあの木でうお怖え妨害されてるんですけど、いつか弓が当たるんで、でそっと第三形態、まあ、最終形態ですねになります。ね、で最終形態になりました。で最終形態になったらちょっとまたロードします。戻るのめんどくさいから死ぬ恐れがあるから。で
ようやく本体に、まあ、攻撃が通るんですけど、ちなみにここは鬼門の一つ、死亡確率、死亡確率ね 60% くらい、だいたいできたりできなかったり1回でまあ何回もやってますよ。あのおーっとで、で、ちょっと待ってねまずここはちょっとガードしておこう1回で、まあ、ガシャーンとガシャーンとなって、ちょっと待ってね、死ぬかもしれないよ死ぬかもしんないで、はいはいと、で、ダッシュ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 、はい、あー、オッケー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 、あー落ちた、待って待って待って死んじゃった、ごめんなさい、急ぎすぎたな。で、こっから、あ、装備してるね、指輪、おでん、どうも、買ってらっしゃいませおでん美味しいよ、あ、セブンイレブンのおでん、おすすめです、おでんはね。いやー死んじゃったね、あそこで足を踏み外すとは。いや待って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 、もう次は負けないよ、ちょっと待って、こいつなんなん、邪魔なんだけど、いや行けないんだけど、なんで、はい、さあまあ駆け抜けるだけだね。あー金沢なんだね、あ確かにここは最近寒いからね、昨日あたりから、一昨日、昨日すげえ寒くなってきたよね、まあ、千葉でもこのくらいの寒さなんだから、もうちょっと北上すると相当寒いんだろうなって思いますね。で、さっきの魔術師みたいなやつは一回倒すといなくなるんで、さあ行きましょう、さーっとさーっと降りていって、もうさーっと降りていくだけですよ。あとはあれ、結婚回収しなくていいやん、めんどくさいから、大したもんないっしょ。でもうここまで来てるんで楽楽楽、はい、で一回振らせる、ここ怖い。で、振ったら振ったら、ここはダッシュしなくていい、落ちればいい、そう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 、であとは突き進んでいくだけ、もうここまでいけば勝ち確、もう大丈夫です、あともうローリングで進んでいくだけ、やることはない、奥まで行くだけ、それで勝利。ここに変な虫みたいなのがいるんで、ちょ待って危ねえ、きってひでえで王のソウルゲットと、まあこんなボスですね。今さっきね、最後はあの虫を見ようとしてちょっと時間を取られちゃったんで、まあ、ダメージを食らったと、まあ、普通にやるんだったらもう速攻で行って倒すだけ、あの殴れば一発で倒せるんで、あのクレイモアで切りましたけど、殴るだけで死ぬんで、そういうボスです。だ倒し方さえ知ってればもう大丈夫。じゃあ帰りましょう。いやさっきちょっとさ焦って落っこっちゃったのよ焦ってね、本番に弱いから俺。いやちょっとねボス戦が悪かったね。白竜シース戦、いやでも白竜シースも1回死んでるからね、基本なんか1回死んでるないってらっしゃいませ。あれこいつらっていつ移動すんの本当に。いいや下行こう。じゃあ巨人墓場に行きます。まあ行ってくる間ってあれちょっと動画見てない感じかな、まあ、何分かかるか分かんないですけど、じゃあちょっとその間に呪術の火は外してダークハンド、あダークハンドこっちになっちゃった、ちょっと待ってね、はいはい、ダークハンド、ダークハンド、ダークハンドにして、ちょっと人間性でも奪ってますか、はい、
よこせや。これちょっと絵がやだよね。男とジジイ、しかも一人亡者だかんね。よこしな。三つかな、一人多分。やめてくれよ。なんかこれだけ聞くと怪しいよね。多分3つしか持ってない。へへへへへ。あ、4つ持ってるわ。人によって違うのか。もう1個持ってる。あ、5つ持ってる。え、何個持ってんのこいつ、すげえな。ちょ、もう1回。まだ持ってんじゃん。もうさすがに持ってないか。で、呪術師どうする？生かしておく？あ、社長がおでん走ってます。あ、そう。ではではでは、人間性も、取ったことなので、呪術ちょっと言いづらいけど、呪術は使いませんと。呪術は、あ、まあ、使わないっていうか、別に火力を上げる必要はないんで、人間性を取ったんで、こいつともおさばらですね。はい。呪術師だからか。いや違う、もう人間性を持ってないからね。多分な、お前どこ行くの。あ、落っこっちゃったよ。あれ、落っこっちゃった。あ、落っこっちゃったね、かわいそうに。じゃあちょっと一回この6万ソウルを使い込みますか。またじゃあ体力上げていきましょう。1万6000残るんだ。